どうもお疲れ様です。今回はですね、特攻隊を美化するなというね、このキーワードで動画の方を1本撮らせていただこうかと思います。今までも同じような動画を何度も出してるんですけども、私ね、たまたまね、いろんなことのものの例えの中に、大東亜戦争末期、この日本を守るため、もしくは何らかの目的や、もしかしたらね、目的はないのかもしれませんけども、その特攻兵器ってのがあったじゃないですか。ゼロ戦で敵艦に突っ込んでいくっていうのを皮切りに、神洋っていうね、ベニヤ板で作ったボートとかで特攻するみたいなのもあったと思いますし、あと人間魚雷回転っていうのもあったりね、あとロケット弾の桜花っていうのもあったりとか、伏竜っていうね、なんか下から突くだけの特攻兵器もあったんですよ。で、その特攻の話をね、例えに出すときに必ず出てくるのが、特攻を美化するなっていうことと、あとはね、当時のことを知りもしないで軽々しく語るなってやつなんですよ。それについてね、私がなんでね、そういうコメントが毎回つくのに続けるかってことをちょっとね、お話したいと思います。まず一つ目、特攻隊を美化するなってことですけども、美化するなってことは、汚くすればいいのかなってことなんですよ。で、私も賛美してるわけじゃないんですよ。みんなで特攻行こうぜみたいなこと言ってるわけじゃないんですよ。そういう風になってはいけないよね、ということもあったり、あとはね、特攻がってのは事実じゃないですか。ですんで、若い美空で命を捨てざるを得なかったその人のね、状況をおもんぱかって、もう二度とそういうことをしてはいけないし、そういう人たちにね、ああ、俺たちは素晴らしい国を後世に残したんだなっていう風に思っていただけるような生き方をしようみたいなことを言ってるわけですよ。別に私はね、特攻でお亡くなりになった方を軍神だ万歳とか言ってるわけではないんですよ。だからそこをね、なんかどういう解釈をしてなのか分かりませんけども、自分の主張があるんでしょうね。私の動画のコメント欄に特攻を美化するなってことを書くわけなんですよ。美化はしませんが、ただ私はね、汚いものだとも思ってませんし、すごく恥ずかしいことをしてるとか無駄なことをしてるとも思いません。私の感覚で言うと、私にはできないことをしたよねってことだったんですよね。いろんな思いがあったと思いますし、苦しかったと思いますし、もっと生きていたかったと思いますし、もし戦争がなければ、特攻がなければ、その後30年、50年、もしかしたら80年、100年と生きて、もっともっと多くのことを成し遂げたかもしれないんですよ。そんなことはね、100も承知なんですよ。で、そういうことをね、私の言葉尻を捉えて特攻美化するなって言葉に押し込めたい気持ちはわかりますけども、でももしね、ご主張があるようでしたら、私のコメント欄に書くよりも、ご自身のね、YouTube チャンネルでお話しするなり、また私のところにね、もし考えの至らないところがありましたら、お説教は食らいますので、ぜひね、ズーム対談なり、リアルで対談なり、お電話なり、やりたいと思いますよ。で、私の考え方を、もしかしたらね、変えるきっかけになるかもしれない。そういう意味では、私の方からね、お前偉そうに言うなと言い返すつもりはありません。ただし、コメント欄で書いていなくなっちゃうと、どういうふうに私が受け止めればいいのか、教わる機会がないんですよ。ですんで、そういった意味を込めてね、特攻を美化するな、と、もし私に対して言うなら、どういうふうに考えればいいんですかってことを、ぜひね、講義いただきたいと思いますんで、何らかの形でメッセージいただければと思います。私の動画には概要欄に必ずメールアドレスがあると思いますんで、お送りいただければ、待たせることなく返信します。それからもう一つね、当時のことよく浮かばないのに、戦争のことよく知らないのに言うなってことなんですけども、言いますよ。ね。ただでさえ戦争を体験した世代は、もうわずかになってるわけですよ。戦争を体験もしてない私たちが、よく知りもせずに語らずにどうするんですか。ね。だって現場に行った人しか語れないんですか。南方戦線から帰ってきた人ぐらいしか戦争の愚かさや飢餓の苦しさを語っちゃいけないんですか。私なりに体験はしてないけども、体験と同じレベルで自分の頭の中で考えたことを自由に話すことによって、私は言論の制限をね、何ら受けないですよ。お前が言うなって、お前が言うよって話ですよね。言論の自由は保障されてますよ。しかも、そんなに大したことを言ってるような気がしません。私がなんとなく思ったことを話してるだけなんですよ。それが、もし気に障ったのなら、私の動画を見に来なければいいだけで、ぜひ気の合う人とおしゃべりをする時間をね、その分持った方がいいんじゃないかなと思います。で、私の目から見ればなんですが、私のコメント欄には、私に共感して励ましてくださったりとか、
あとね、やっぱ叱咤激励ってのもありますし、愛ある説教もきちんと書かれてますよ。一方的にやり逃げじゃないですけども、憂さを晴らすためにね、私の上げ足を取って、で私のダメージを誘うようなことを書いてね、で去っていく人ってのはまあほんと一部なんですよ。でそもそも私は YouTube10 年やってますから、最近書かれたようなね、まあ私をねなじるようなコメントなんてのは初期の頃に比べたらね、ちゃんたらおかしいですよ。もうちょっとレベルの高いね攻撃をしてくれてもいいと思いますよ。まあそんなところでね、多少挑戦的なことを言いましたけども、私はね、なんかね知った風なことを言ってるつもりはないんですよ。私の発信にもしね修正点があるんだったら、それは大いに受け入れたいと思いますし、3年前5年前10年前と私も随分考えが変わりました。それは私と違う考えの人に会ったからなんですよ。当たり前じゃないですか、それはね。私の見えないところを見てる人ってのは必ずいると思いますんで、そういう人からの指摘を探すためにもこの YouTube をこれからも続けていこうかなってところなんで、ね、戦争をね知らずに言うなというようでしたら、まあ、今ね、なんかそのなんですか、ガンマニアとかねどうなんですかね、戦争兵器のムックとか図鑑とか書いてる人みんな戦争行ったんですかね、こういうふうになるでしょ、こういう変な嫌な論破合戦に。だからまあよく分かってないやつが喋ってんなぐらいでいいじゃないですか。でわざわざ私がダメージを受けそうな言葉を選んでね書かなくてもいいんですよ。だから人を貶めたいなら一生懸命やってください。それは私には効かないんで、そういうことでダメージを受けてどっかに行く人に対してね、もう発信がねもう嫌になっちゃったですからね、泣き叫ぶ人のところに書きに行けばいいじゃないですか。楽しいでしょ、そしたら人をいじめられたら。私へこたれないんでね、私のとこ来ても多分無駄だと思いますよ。もう10年やってますんでね、これからも10年やると思いますしね、どんなコメントもね、へしゃげることはないですから。だから残念でしたということです。でも本当に逆にきちんと話し合いたいって方には私はね、その門を閉ざしませんので、年間100人ぐらいにはお会いしてますんでね、そういった YouTube を通じての方と、リアルで会う方ってのほとんどいないんで、逆に私 YouTube で出会う人が社会なんですよ。毎朝5時半からライブ放送もやってますけどもね。まあいつでも自由にコメント書いてください。その代わり私も言いたいことは言います。ただし私の言うことは結構変わります。考えを改めるってことですよね。それは別に悪いことじゃないと思いますんで、これからもお耳弱しですいませんけどもよろしくお願いします。 My Life